ここからですね、さらに分析を進めていきましょう。一つ前の講義におきましては、二つのですね、標本の足した分布がどうし、何にしちゃうかというと、平均が2ミュー、そして標準偏差がルート2シグマ2乗の正義分布に従うという話をしてきました。で、ここからですね、少し認識というか解釈が難しくなってくるんですが、じゃあこの二つを足した分布の平均の分布をがどうなるのかという点について見ていこうと思います。で、これがどうなるのかというと、それはですね、一重にどんな分布になるのかというとですね、こんな分布になります。当たり前といえば当たり前なんですが、この辺がですね、かなりというか若干解釈がですね、難しくなってくるところかなと思っております。2シグマ2乗ですね。はい。この正規分布に従うということができます。で、これは何かというと、みかんの箱がですね、バーッとあった場合にですね、その中から2つみかんを取り出します。で、その2つのみかんを取り出して、平均の値を取ります。2つの平均の値ですね。で、その平均の値の、を分布ですね。平均の値の分布が何にしちゃうかというと、こちらですね。こちらっていうのは、この平均がμ。なので、2つの標本の平均の平均ですね。平均の分布の平均なので、ここは非常にですね、言葉がなんかこう、わかりづらいんですが、その平均の平均がμで、で、標準偏差が2分のルート2シグマ2乗となります。まあ、なので、何が言えるかというとですね、この元のですね、元のというか、平均の分布っていうのをですね、少し書き換えるとどうなるのかというと、μ、そして、ルート2分のシグマになるということですね。まあ、なんでか、これは算数の計算になるんですが、2分の、ルート2シグマ2乗は、まずシグマ2乗を出すことができますので、2分のルート2シグマとなります。で、これ両辺にですね、ルート2を書いていきましょう。そうするとどうなるのかというと、ルート2かける2分のルート2かけるルート2シグマとなります。で、そうするとですね、このルート2かけるルート2ですね。これが2になりますので、2が消し去ってですね。で、ルート2分のシグマになるというものですね。これ、まあ、中学校ぐらいの、はい、数学の範囲ですが、一応おさらいとして計算をしてきました。で、ここからですね、何が言えるのかというと、もともとはですね、平均がμ、そして、標準偏差がシグマだったものがですね、この2つのデータを取ることによって、標準偏差がですね、ルート2分のシグマになるということがわかります。で、ここからですね、具体的な数字を入れていきましょう。このシグマというのはですね、母集団の標準偏差を示しておりました。まあ、なので、具体的な数字を入れていきます。数字を入れていきましょう。標準偏差5ですね。5なので、ルート2分の5となります。そうするとですね、およそ 1.4 分の5になりますので、まあ、大体ですね、どれぐらいの数字になるのかというと、まあ、3.4 ぐらいですかね。ざっくりとした感じでやっていこうと思います。そうすると何がいるのかというとですね、この平均の値2つ取った場合の平均というのはですね、今回は 80g、90g 取れましたので、その平均が 85g ということが分かりました。で、この 85g に対して、前のですね、円周と同じ考え方を使うと、プラスマイナス 3.4g ですね、の中に平均が入っている可能性が68% ということができるということが言えます。なんでかというとですね、この1標準偏差、今回はこの 3.4 という数字を出していますが、これはですね、この 3.4 かける厳密には、シグマで、この1シグマっていうのが1標準偏差を示しているからということですね。このあたり忘れてしまった方は前の講義ですね、あと正規分布 の持っている特性ですね、を見ていただければと思っております。なので、ここから何が言えるのかというとですね、私たちは2つのデータを取りました。80g。で、その結果として 80g と 90g のみかんを取ることができました。で、ここから何が言えるのかというとですね、私たちは、68% の確率、これ信頼度と言ったりしますが、68% の信頼度、信頼水準、信用水準と、信用水準ですね、信頼度と言ったりしますが、この 68% の信頼度で母集団のみかんの平均の値は 85g プラスマイナス 3.4 なので、これ具体的な数字入れていきましょう。 68% の確率で 81.6g から 88.4g の間にあるということが言えましたということがわかります。で、これ具体的にですね、2個標本を取ったから何が変わったかっていうとですね、この 5g が 3.4g に変わったということがわかるかと思います。なので、標本の数をたくさん取れば取るほど、精度が上がっていくということですね。まあ、これは、ある意味当たり前といえば当たり前ということができます。
で、このなんで当たり前なのかという点に関してはですね、また次のところで補足としてですね、お話をしていこうと思っております。